えー、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。お祈りします。天の様あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。えー、皆さんこんばんは。 えっとインターネットの方々はこんばんは、えー、おはようございますこんにちはえっ、ー、と1本動画が1本できていますのでねまずそれから見ていただきたいとこういうふうに思います <laughs> 皆さんこんにちは今日は「三たに属する体」についてです7年間の観覧時代の真ん中 3.5年目に軽挙が起こります閉去の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり空中にパッと引き上げられます同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます御霊の体とは第一コリント15章によれば私たちの体は血肉の体といいますキリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが よみがえられたとき、御霊に属する体によみがえられましたキリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかりますキリストがよみがえられたとき、弟子たちがあってもわからなかったことから要望が変わる塔を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができるオリーブ山で天に登ったように空中を飛べる などですさらに第一コリント15章42節から50節に血肉の体と御霊の体の対比が出てきます血肉の体とは違い朽ちないつまり年を取らず衰えない栄光の体強い天井の形神の国で生き神の国で生活できる 目とることもとつぐこともないとあるので結婚はないと思われるそれではいつ三玉の体になるのでしょうか三玉の体に変わることを復活と言います復活は景気の時、地上再臨の直後そしておそらく千年王国後の3回と思われます私たちは復活によって完全な体すなわち三玉に属する体となり永遠の生活に入っていくのです それでははまた。はい、どうもありがとうございました。えっと私たちの体はですね血肉の体といいます血と肉ですよね。であの血の肉の体の特徴はですね年取る衰えるということですね朽ちていくとこれが一つの特徴ですよね。 そしてですね、えー、と今までよみがえりがあったんですがイエス・キリスト以外のよみがえりは全てこれなんですね血肉の体で死ぬんですがそれが血肉の体でよみがえるというこういう形になりますしかし血肉の体は滅びるのでよみがえったとしても、えー、ラゾルでもそうですが他の人たちでもそうですがやはりもう滅びちゃうんですね しちゃうとところがですねお一人だけ、えー、と違っったた復活をされた方がいらっしゃるんですねそれは誰かっていうとイエス・キリストであってでイエス・キリストは大まれになった時に我々と同じ血肉の体でしたで福音書を見る限りねイエス・キリストは私たちと全く同じ動きをしております同じなんですね。 そしてこれが、えー、と十字架にかかられて亡くなられてそして3日目に復活した時にこれはちょっと違うんですねのの体に蘇れて復活されたのですですから、えー、と今までの復活とか皆さんもね生き返りってよみえをあの聞いたりなんかする時は全て血肉の体が滅びて血肉の体で蘇った。 っていう形ですがイエスキリストだけは見たまの体によみがえったのですそしてこの見たまの体がですねこれから私たちに与えられる完全な体なんですねえっ、ー、と乳死があって永久死になるように私たちはですね血肉の体があってそれが滅びてそして見たまの体によみがえるのですよねそしてこの見たまの体はえっ、ー、とイエス様が復活された後の状況に明確に表れています そして比較したように強いでしょ。それから朽ちない、ね、年取らない、それから、えー、っと空飛べる、から壁を取り抜けられる。ということですね。まあ、その他、もろもろですね。ですからあの、パウロは絶望してるんですね。何を絶望してるのこの古い肩を脱いで、三鷹の体を着たいって。ね、皆さん、そう思ってる人。だいぶガタガタ着てますからね。<laughs> <laughs> どうせだったらポンコツ茶よりもねキャデラックかなんかに一緒にして変わっていただきたいと <laughs> まあそういうことですよねそれじゃあ,あのいつ御霊の体に変わるのかって言いますとこれは、えっと、私たちが死にいますとねどういうことになるかっていうと血肉の体は滅びるわけですね日本なんか仮装してしまいますからですね、えー、それは明確に出ますよね そしてですね、天に登るときは、霊とな、霊の存在として登るのですね。まあ、私たちのは欠人この体のうちに霊がありますけどね。霊が天に登っているのですね。そしてですね、天にいる方々は、まあこの間あのミキー牧師とか菅牧師がね、天に行かれましたが、えー、ともう体がありません。で、霊なんですね。霊の形ですね。ですから天国っていうのは霊です。 体のない状況で存在してるということですね。だから食べるとかなんかもだいぶ違ってくるでしょうね。血肉の体をね、満たすために食べますが、これ、ないわけだから、ちょっとね、だいぶ違ったような状況なんでしょう。多分ね。そしてですね、えー、これがですね、復活するっていうのは、つまり、えーと、三鷹の体に変わるっていうのは、関南時代の真ん中の景気の時です。 これは何を言ってるのかっていうと死者、ね、天におられるクリスチャン、ね、天国にいらっしゃるクリスチャンに体が与えられるって言うんですねだから死者がよみがえるっていう印象とね実際起こること,とちょっと違うんですねでも蘇るってことを通してそれを表してるわけですつまり軽挙の時に死者にあの霊とな いいるるる者にににのの体が与与ええららられれとととうここなりますねですねでか時それからもう一つもうあのー、一つ与えられるんですねそれは何かっていうと我々が軽挙される時えっ、ー、と軽挙されない人は関係ないのでねあのー、まあ別に聞かないでくださいとは言いませんけどね <laughs> それは何かっていうと軽挙される時上にバンっていっちゃうわけですねバンってね。 そうしますとね、えっとくだらない質問した人がいるんですね。天井にぶつかるじゃないかねこう言ったんですが、くだらないこと言うなと思ったら、やっぱり西野ポイントついてたんですよね。だから、この体だと天井にぶつかっちゃうんですよね。バーンってね、大けがしますよね。あの多分ケーキは勢いがついていくんでしょうからね。そして、また私たちの体っていうのは空中に置いたら落ちることになってますからね。で、その時にね、 変わるんですってね「あなた方も変わるんです」って書いてあるんですけどこれは何かっていうと皆さんがケイキされるちょ直前に、えー、っと私たちは血肉の体ですがそれがみたまの体に変わると一気にタッとこういっちゃうとでそういう形になるんですねですからあのケイキ近いのでねあの私たちの体が変わる時は近いとあのいうふうにね 思思っていいいいたただきたいという,ふうに思います、えー、そうしますとね疲れないでしょ年取らないしわの数数える必要ない、えー、そうですね、えー、しかもあの近地下道にできるじゃないですかねな,なぜ近道にできるか壁通り抜けられると <laughs> ねそれから天にも登れるとかね、まあ、いろんな事柄が起こります。そしてですね、えー、これは明らかに 血晶の体よりも優れている体であってでこれを通して何が始まるのかって永遠に向かっての人生が始まるわけですね。で今あの私たちはあの生きている間これをね中心に考えますがこれは確かに、ね、素晴らしいことなんですがこの後がさらに素晴らしいって書いてあるんです聖書ではね。でこの後がさらに大きな祝福があるってことをねこれこ書いてあるんですよね。ですからあの今の この世における生活においてね特別な祝福を我々を受けますがさらに発展していくっていうことをねあの覚えておいてあのいただきたいとこういうふうに思いますえっとそれとともにですね12月の28日から12月の31日までえっとカンボジアにチームが行きますどうぞあの皆さんねあのいらっしゃっていただきたいと思います カンボジアの個人を訪問するチームであってそして、えっと、カンボジアの個人で2回正解をしますまた何かね洗礼を受けるっていう方々も何人か出てきてるので、まあ、その洗礼を受けてそして、えっと、パーティーをするんですねで、えー、ちょっと失敗したのはこの間あの、えー、すき焼きやったんですけどあのあれカンボジアの肉ってあんな硬いんですかね あれ、種類を間違えたのかなやり方間違えたのかな硬いですね、すごくね。だからちょっとかわいそうだったですね。本当においしいすき焼きでなかったって。ですから次に何やるかちょっとね、神様に求めつつやると。それからもう一回は、えー、っと、もちろん正解は2日間毎日ありますけど、あのー、遊園地行くと。そして交わるというね。 えそういうようなプログラムです。そしてですね、あのえこの正会に行くときに、正会っていうかな、ね、キャンプとかね、こういう派遣に行くときに特別な祝福があります。だいたい考えられないことが起こってきますよね。あの具体的にね。例えばあの今回あのー、ちょっと驚い驚いたのは何かというと、えー、っと久門二治が表紙に出しましたよね写真ね。どういう写真かというと。 こう復活の境界があってねこっちの方から虹がこう出てるやつそれから巫女絵新聞がどういうわけか全く同じような写真出しましたよねこうあってこちらにあるカレンダーっていうやつですねこの2つね私は思うんですよねあのなんでポイントの写真を外すのかって <laughs> だってこれでしょ復活の復活っていうかこの再臨の教会ですけど我々はもう驚くべき写真を撮ってるのです。こうあってねここに虹がかかってる写真を撮ってるんのですね皆さんね <laughs> 使うべきだったらこっちを使うべきです皆さんこんなの普通の写真ではありません皆さん。ねでね特別なことが起こるんですよね。 でまたあのえっ、ー、と行くことによって人生が変わってしまったりそしてね新しいことが始まったり示しがあったり、まあ、特別な事柄がこうありますよねで面白かったのはねこういうチームがあったんですねあの全ての派遣の前に長崎派遣っていうチームがあって5回行ったんですねそしてねその3回目の派,派遣がね 変なこと言われたんですよねこれはね結婚のチームであると、ね、冗談じゃないかと思ったんですけどねそしてねそのチーム行ったんですよそしたらねそのチームはねまさに結婚だったんです木原牧師と木原淳ちゃんでしょ、ね、確か岡丸牧師とキイちゃんでしょ、ね、だから森田君っていたんですけど森田君とあれだったでしょ驚くべきチームでしたよね でも皆さんね、あの派遣においては特別な種の見,見心がありますで。どうぞ皆さんね、導きを感じる人ね、あのそれあのぜひ祈ってください。不可能であったとしても、神様は助けてくださって道を開いてくださいますよね。そこで多く,あの多くの祝福を与えてくださいますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。それとともにですね、えー、っと、12月ではなくて3月の 28日から4月の2日までこれはですねマーリン子供チームですねこれでいきますであのこの、えー、と派遣の特徴はどんどん発展していくことですねこれはリバイバルのチームだなそれとリバイバルと賛美のチームであるっていうことね非常に強く 思うのですねそしてえっと賛美においてもねあのスティーブさんと特別な係を与えてくださってそして路上を、ね、ハリウッドで賛美するっていうこととともにあのスティーブさんたちの評価を受けて動いてますね。でもねね我々はね単に評価とは考えてませんだってあの方々はねアメリカのそういうあのゴスペル界に大きな力を持ってる方でしょ。で 放送の、えー、と司会をやってるっていってもあれオーディション番組の司会ですからね具体的にねだから、えーとね、我々はねアメリカに、えー、と風の響きが浸透しね発展していく糸口としてね考えてますで皆さんそれが始まりますよねでどうぞあの、えー、賛美に重荷を持つ方々はねあのいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思いますね 特別な例の葬儀かけとか賛美における特別なことがあるでしょうしでやがてね大きく開い,開いてき動きが起こってくるとそれとともにですねあのこの時にチャーチオンザ在への祈祷チャペルとかブレイヤーハウスで祈ることができるんですよねでえー、っと皆さんもね 場所によってあの祈りが集中できるところとできないところがあるって分かりますか、ね、で特に皆さんね特別な例の働きがあるところがあるんですね。まあ,あガレーアイコのコアなんでそれですよね。そしてね、えー、と私たちはブレアハウスを通してね、まあ、大川先生いろいろ探したけど見つからなかったって言ってましたね。我々は簡単に見つかっちゃったそれとともにねチャーチオンザイアウェイの帰省チャペルであのー 主の従事が始まったときにですねえそこで祈り込んだんですまあ、ある方は祈り込んだんですねでね我々の開戦の最初はねそこで祈るだけところがねこれが最初になったんですねで特別な霊の祝福と示しと力が与えられましたよねでどうぞ皆さんね祈る必要な方そしてね祈り込む必要な方もねぜひいらっしゃってくださいそしてね示されている方々は来る ね、あのこういう人が多いからね気をつけて何かっていうとね祈ったらちょうど旅行代が来たんだけど生活費も足りなくて生活費回したら生活費が後から来たってでしまったとかいう人っね結構多いんですね皆さんね露骨に失敗しないで <laughs> それじゃ行ってください、ね、で神様の特別な祝福があるということをね 覚えておいて、あのいただきたいというふうに思います。それとともにですね。えっ、ー、と、昨日、あのー。三木牧師、パウロミキ牧師と。サムエル菅牧師のですね。えっ、ー、と、昇天式昇天式と、あのー。さよなら式かな。お別れの会が。送る会がね。あのー、行われました。 でその中でいろんな方々が集まってくださってオンラインでも見,見られた方がいらっしゃったんですが、えっと、菅牧師の,、ね、あのご親族の方有名な芸能人,人の方がいらっしゃるんですねその方も来てくださって驚いたのはイエス様を信じられたんですよねそしてねあの私にも言ってくれました「あの素敵な話をありがとうございます」ってねあの、まあ、神様はね素晴らしいことをなしたなっていうふうに思います。 寿賀、えー、牧師夫さんがね、えーえー、ずっと祈り込んでたんじゃないですかねでこの中でえー、っとまあ三木牧師がですねあの昇、ー、天されいましたけどえー、っと三木牧師が昇天するとは思いませんでしたねすごい元気いっぱいの方でしてで運動神経に優れてなんか物なんか持ってもらったりなんか山なんか行く時にねおんぶしてくれたりなんかしたでしょねしかもねあのー、驚いたのは えっとシャインズを作られましてねでこれがねまた人気があるんですよねだから普通のチームより人気があったりしてねそして、えー、シャインズが歌う時に歌があまり上手いとは言えないんですねどちらかといえば何や節を感じるようなそういうような歌なんですねところがねその3秒通してねいろんな方々が触れられてそして涙を流したり手の技を受けておりましたね、まあ、特別な種の、ね、器であったとこういうふうに思います で今行かれるっていうことにもね特別な意味合いがあるんだろうとこういうふうに思うんですね。でサメエル牧師の場合は、えー、っと私が驚いたのは脳出血でねもうあのあこれは死ぬなっていう状況になったっていうことですね。で私はあの、えー、っといろんな方々を見ている時にね、えー、そういう状況になって「霊が見える」って言い始めたら。 私の知ってる限り私の経験上ですよ他の人の経験とは違いますのでね狭い経験の中でみんな死んだんですだから私ね朝芽の牧師死ぬのかなと思ったんですねところがね、えー、フラデリアの人とか皆さんがこう祈ったでしょ死なわなかったんで生き返っちゃったそしたらその過程の中でね仮に、えー、生きたとしてもあのー、もう寝たきりになります ところが次々と奇跡が起こってね寝たっきりじゃなかったんですね立ち上がってね説教をしたりなんかしましたしで印象的だったのは白馬キャンプでね椅子から立ち上がってねそれで歩き始めた時ですねもうたくさんの人たちがそれを通してね詰められましたね神様の奇跡の技にね詰められましたそしてですね今ね天に変えたんですが、まあ、非常に印象的だったのは えと今回イスラエルチームに行った時に黄金門のところとそれからオリーブ山で礼拝されてたんですね私のそばで礼拝されててものすごく印象深く覚えてるんですねでこれはあの再臨の場所として特別な場所でしょですからね、まあ、特別な意味合いがあったんではないかっていうことをねちょっと感じますそれとともにですね、えー、ちょっとあのオリーブ山で礼拝する時にえちょっと私が思ったことがあるんですが 何を思ったのかっていうと,、えー、と聖書にね創世紀にヤコブの階段が出てくるんですねあヤコブのやつがねヤコブがあの寝てたら、えー、っと天の門っていうのがあって,そて階段があって天使が上り下りをしてた、ね、そしてヤコブはこれが天の門だってこういうわけですよねでそれをどう解釈するかっていうのはこういろいろあると思うんですが、まあ、一つは単にヤコブが見た夢であって実際それは 天の門があるんではなくて、ヤクブの夢をそのまま書いたってねえ、そういうふうに解釈することもできるし、ヤクブの見た夢は本当の夢であって、ヤクブの見たあたりに、ちゃんと天の門があってね、その門を通して天国から天使たちがやってくるってね、そういうふうにも考えることができるわけですよね。それでね、えーっと、もしそういう門があるとするとね、ちょっと私思ったんですよね。 何を思ったのかっていうとですねもっとふさわしいところがあるとねえもっと確実なところがあるとねでどこかっていうとえー、っとねこの商店協会再臨協会の上です、ね、だからね今回行った時にあの上ばっか見てたいなでどうして上なのかっていうと 皆さんねあそこ確実にねイエス様が上に登ってって天に行った場所でしょ。まあ雲に包まれて見えなくなったって書いてあるからねそうしますとねあそこから行ってるんですよ。ねそしてね今度は再臨される時同じように降りてくるってこうおっしゃってるでしょ。そうするとねあそこから降りてくるんですね。そしたら再臨する時に我々も来るって書いてあるじゃないですか。 じゃあどこから来るかっていうとあそこから来るわけですよね。そうなりますともし天の門というのがあるとするならばねもちろんヤクが見たところもそうかもしれませんがまさにあそこはふさわしい場所ですよね。でねそこで礼拝してるっていうことにおいてねなんか特別ななんかね感動とねそしてね特別な感覚を覚えるのですね。まあ、とまれ、ねえー、我々もえっ、ー、と しばらく経ったたら天に行きまますので、ねま、た会う時が近いとそれで、えー、ミキボ牧師が分かるかなとかねいろいろ <laughs> 感じるわけですね。そして天に行った時にどういうことが起こるかっていうと今あの私たちがこの人生を送っていてそして天にこう行きますよね。そうしますとね天ではえっとブラブラしてハスの上で寝てるわけじゃないと。 を感じるわけですねで聖書にちらっと出てくるんですね天の様子が少しえ一つは何かというとこの世でね皆さんがタラントがあるのは石タラントをちゃんと使いなさい2タラント使いなさいってこう言われてるでしょ一タラントを使,い使った人に対しては言ってですね1つの町を委ねさせようと2タレントは2つの町を委ねるとねでこれはね1つの一タラントを使うよりも町を治めるっていうのは大きなことなんですね で、そうしますとね、一つ感じるのは何かっていうと、皆さんがね、天に行ったとき、さらに千年王国、神の国に至ったときに、皆さんね、さらに次の段階の仕事があると、素晴らしい仕事があるということです。で、そうなりますとね、今、三木牧師と菅牧師はね、天のいろんな光景に驚いてるんじゃないですか、うわ、こんな素晴らしいところがあって、こんな素晴らしいことはもっと早くくくれよかったとかね。<laughs> 多分ね思うと思うんですよ我々もっと早くくれよかったってねでその上でね新しいことについてるっていうことねちょっと感じるんですよねで我々もねえっ、ー、とお二人の焦点を通してね天に向かっての歩みを我々は始めてるわけですからね、えー、どうぞそ,あのそのことを覚えつつ会いに出ていただきたいとこういうふうに思いますそれでえっ、ー、と聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね こここでえっと3つのことが書かれて「いますいつも喜んでいなさい」「ずいのいなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」これは相まって働いていることであってそしてこの3つは重要なこう意味合いを持ちますそしてその最初に書いてあるのは「喜んでいなさい」っていうんですねだからこれは命令形ですあの疲れていなさいとかね 寝てていいいななささとかねねそうは言っんんですよ皆さん、ね、喜んでいなさいってこういうわけですね。でこれはあの、えー、聖書の言葉っていうのはね一つ一つ重要な意味を持つんですね。で喜んでいるかいないかっていうのは実は大きな差になります。で喜んでいるっていうのはどういうことかっていうとねもちろんあの皆さんは、ね、いろんな問題があったり困難があったり、ね、痛みがあったりいろいろするでしょうねしかしね神様がね 最善を与えてくださる神様が益を益にしてくださるで。神様が勝利を与えてくださる、ね。だから喜びなさいってことを言ってるわけです。で、実はこれはですね、信仰なんです。信仰なんですね。で、信仰っていうのは何を表すかっていうと、皆さんね、信仰を使う時に神の技が現れるんです。だからどういうことになるかっていうとね、 私たちが喜んでいる時と、皆さんね、喜んでいない時は差が下がるんです。嬉しいことがあると喜びますね。そういうことを言ってるんじゃないんですね。皆さんが悲しいことがあったとしても、問題があったとしても、困難があったとしても、どうしてこんなことが起こるっていう問題があったとしても、喜んでいる時、皆さん、主の祝福民です。そして喜んでいる時にね、私は感謝しますとかやるじゃないですか。 ね、このことの感情におけるこの信仰の表れが出てくるわけですよ皆さん。こうですね。ですから皆さんね、喜ぶというのは重要な。だからねあの、こう言われるように求めてください。いつもニヤニヤしてますねとかね。なんかいつもニタニタして薄気味悪いとかね。<laughs> で皆さんね、喜ぶ。ね、喜ぶ。 でこれによって大きく違ってくるわけですね。さらに次にこう書いてあります。何て書いてあるのかと,と絶えず祈りなさいということですね。で、えっと、私はですね、あの、お金大好きなんですよね。そしてね、あの、子供の時に思いましたね。それは何かというと、私のうちの隣がね、 金持ちちのうだっただ、ね、そしてね何が違うのかというとた鉄筋コックリート」と2階建てねえそしてですねその金持ちの家にねテレビがあったんですよ皆さん、ね、であの皆さん分からないと思いますけどね鈴木福祉とかなんかよく分かると思うんですが <laughs> 皆さんねテレビのある家とない家に分かれてたね そしてねもうテレビがあるだけで金持ち、金持ち、金持ちね。それでね、その当時はね、えー、っとテレビのない家の子供たちっていうのはどうするのかっていうとね、みんなでね、テレビのある家に行くんですね。そしてね、テレビ見してくださいってね、おばさんに言うんですね。そしたら、じゃあどうぞとかなんか言ってね、あのー、そしてあのー、テレビの前にね、みんなしたこともない星座をしてですね、 こうやってですね、なんか悪さをしてね、追い出されないようにして、静かーに込みてるんですね。そうすると言い始めるわけですよ。もうね、時間ね、心配してるわよ、とかなんか言うわけですよ、うちでね。いや、うち心配しないから大丈夫 <laughs>、とかなんか言うんだけど、結局ですね、追い出されちゃう。で、その時ね、金持ちっていいなぁと思ったんですね。そしてね、私ね、自分家の庭で隣の家を見ながらね、少なくとも10回思いましたね。 何と思ったのか私はね金持ちになれるんだろうかと私の一生はねお金が来るんだろうかと思いましたよね結局ダメでしたね, <laughs> ねただねもっとすごいものを得ましたよね面白かったのはねクリスャンになって祈りのことを知ったでしょで私ねすごいものを得たって分からなかったんです わからなかったんですむしろ義務的に感じちゃったりね、祈らないといけないとかね。私そう思ったんです。で祈りをね、与えられた時に何が与えられたかは私知らなかったんですで。それを通してね、主が特別な恵みを注いでくださったり、特別な愛とか、また特別な力を表してくださったりするってことをね、私ね、知らなかったんです。ところがね、 クリスチャン生活を送ってたんでしょ分かってきましたね宝くじでね10億円ってやってますけどねあんな世のより上一つはねあの何を感じたのかって私ね祈ることによってえー、っとね、まあ、10億円いったかどうか分かりませんがもうかなり受けましたね,ね例えばベニくんのヤシなんて不可能なんだからああいうのは あるるるととすね、どんなに10億円り超えてるでしょいくら大金持ちだってねあの病気が自分の子供になったらおわなんだからそれに関して逆転してるわけですよね例えば私なんて死んでるわけでしょ今頃こうですよ。で、ね、皆さんの後ろからそーっとこうやって「<laughs> こんにちは」なんか冷たいね,となね」とかんか言いながね。とこでも皆さん私生きてるわけですよピンピン。ピンピン生きてますよね。 普通だったら死んでますよね。もう確実に死んでますよね。まあ、一つは、あの、12月1日の夜、ね、心臓停止寸前になった時に神様助けてって言った瞬間に治ったんですね。まあ、もう一つは、あそこですよね、うん。内田さんの運転する自動車に乗ってるあ、この間ね、小林君の運転してる自動車で目の前に鹿が出てきた。鹿が出てきたんですね。ただ、ね、 高速道路でもない,ないし、ゆっくり走ってたから、あのね、なんともなかったんですが、もう、もう内田さんは猛烈に走ってましたよね。そして激突。で私の前、あの、壊れちゃった、廃車。で、しか飛んだんですよね。で、あの時死んでますよね。よかったなと思ったのはね、い、いいあの時死んだら痛いだろうな、まあ、瞬間だからいいじゃないかって言うかもしれませんが。 なるべくだったらね穏やかに死んでいきたいと思いますねでその時祈りですねではっきり分かりました、ね、事故が起こるってで私は祈ってたんです事故が起こっても誰もけがはしないようになってたんですねそうしますとね、えっと、実質的に例えばね海外選挙とかいろんな事柄においてですね私ねはるかに10億を超えてるなと思います それともう一つ思うのは、何を思うのかっていうと、皆さんね、お金じゃどうにもならないことがあるでしょういくつも。お金の持ってる人ね、ンマを持ってると思いますよね。全能じゃないから。ところが皆さんね、神の祈りは全能なんですね、そしてね、どうぞ、あの、祈りをね、詰め,と詰めておいてください。なぜ詰めておいてください これからね大変な時代が来るんですね。今温暖化のためにねフ、フランスで会議やってますよね。あれ失敗してますね。ねそしたらローマ法が言ってましたこれ。これに失敗すると大変なことになると。でも失敗してますよ。ね、そして大変なことになるってのはもう確実ですよね。それが黙食なんだから皆さん。ね、あれが成功しちゃうと黙食ない。<laughs> ね、もちろん成功してほしいですよ。 でも、ね、あの中国とかアメリカとかいろんなインドとかいろんな国々のね事柄、えー、でもう決まんないじゃないですか。そうしますとね激しい災,災害とか何かがあの襲ってくると思いますしまた戦争もあるでしょういろんな困難もあるでしょうね。でその時に皆さんね祈りができてんのとできないの違います。 いいですか皆さん、祈り皆さんね、あの恵みとして与えられてますけど、祈りの使い方を知らないっていうのはね、ダメなんです、皆さん。あの、私はですね、えー、っと、ある方から、えー、っと、自動、なんだっけ、もらったんですよね、手帳、電子手帳もらったんですねそしてね。えー 電子手帳もらった時思ったた思んですねそれはミッションのね浅野夫人が電子手帳をねうまく使ってたんですねこうやって見事にねでよしねあれ見て思ったんですねあ浅野夫人使ってんならね簡単だと <laughs> すいません見てたらねごめんなさいね <laughs> それでね電子手帳やったんですねそして人の住所とね電話番号登録しようとしてやったらね やったらるんですねまた登録しようとやってパッとやったら消えるんですねで、ま、た登録20分やったんですねダメでそれで分かりました壊れてるってでその後ねこうほっぽり投げてたんですねその1年後誇りに紛れた電子手帳をですね不審さんが取ってね私に言ったんですねこの電子手帳もらっていいって言うからね壊れてるんだけどいいって言ったらいいって言うからそしたらですねその電子手帳の,の電池を変えてね使ってる じゃあどううして私が使えなかったかったといですね、こやり方が悪かった。で皆さんねこの祈りという強烈な武器を与えられてる時にこれから直面することは大変なことなんです、ね、リバイバルが起こ,る起こってきてるでしょ。それといろんな事柄に関してね祈るっていうのは重要な意味合いがあるんですね。ですから皆さんね、えー、と祈りを強めておいてください。 ね、忍耐をもって一つ一つ丁寧に祈っていく、ね、重要なことですねそれとともにですねえー、っと検診とかなんかのみことばに祈りの言葉がついてくるんですねそれはどうしてそれが出てくるかっていうと検診すると力の足りなさってよくわかるわけですねでもね祈りがあるよって言ってるんです検診するとねいろんな問題とか困難に出るんです 献身ししないいよりも激しいんです大変なんです。でもね、その時師匠は言ってるんです祈りがあるよって。そして祈りを通して師匠はね、勝利を与えると,ということをね、覚えておいてください。そしてね、ここに書い,書いてあるんですね。何と書いてあるのかっていうと、全てのことについて感謝しなさいと。 そうするとね、ある方はこう言うんですね。どうしてこんな問題とかね、あんな問題が許さないのに感謝しないといけないかと。えー、ってはあのは、私たちは、ね、良いことも、えー、与えられますが、悪いことも与えられるわけですね。で、結構悪いことの方が多いかなっていう人もいるんですね。皆さんね、今体験してみていいですか、ね、全てを感謝するから全部いいことですが、それを外して、ね、見てみて、 今、自分の状況を見てみて、感謝のやつを全部外してみてね、良いことよりも悪いことが多いって人、いや、別に、ね、手を挙げたからって、後で引っ掛けるってことはありませんので、ね、少しいるでしょう。ね、結構ね、クリスチャン生活って厳しいんですよね。私ね、献身して思いましたね。献身して何を思ったのかっていうとね、献身する前よりもはるかに厳しい。 ね、どうしてこんなことっていうことが結構バカバカこうあるわけですよ皆さんね。ですよね。でそれを全て感謝せよって言ってるんですね。でどうして感謝するのかっていうと神様はこういうことを許されることを通してね私たちを整えるんです。信仰を強めるんです。それとともにねこういうことを通して 神様は、ね、この後ろにある神の素晴らしい技と計画を話すんです。で皆さんはね問題とか困難を通して実はね神の素晴らしさを知り皆さんの信仰の立て上げを知りまたその中に置く、ね、神の技を見ていくわけですよね。そしてね見ていく時に、えー、と気をつけないといけないのは、まあ、人間っていうのはね短いタームで考えがちなんです。 そうしますとね、どうしてこれなのどうしちゃあなのってねえ、そういうことを言ったりなんかする状況が許される方々は結構いらっしゃるんですですよね。だって、ある牧師さん言ってましたもんね、バカ野郎って言ったって、神様に対して、ね、あのそれに近いこと言ったことある人、<laughs> あれ、誰も手挙げないの嘘つきだ。<laughs> ね、そうでしょ神様に怒りを燃やしたりなんかするって人ね結構多いんですよね。でねその特徴はね短いタームの中で考えてるっていうそういう特徴があります。ね。それがねこう長い状況になるとね分かってくるんですね。私もね不思議だなと思いましたね。最初信仰でね感謝してる、まあ、20%分かるなっていうところがだんだんそれが40%になり そして70%なり気が付いてみるとね 90%100% になってるんですよね。でね、長いタームで考えたと。これですね。そしてね、一つ気をつけないといけないのは何かっていうと私たちは死んだら終わりじゃなくてその次の段階の事柄があるわけですね。で、さっきも言いましたように次の段階ではちょっと違う段階なんですね。 それは例えばこの世で我々がね自分の賜物を用いろって言われていて次にちゃんと用いたら一つの町だって言ってるわけですよね。そうしますとね次の段階っていうのはもっと良くなるっていうことなんですね。でえっと天国に行った人たちのねあの話も聞いてみますともう共通点がありますよね。もっと良くなったと。 若かったですよねだからあのどうもね若くなるようですねでもっと良くなるようですね具体的にねそしてね聖書から垣間見,見れるのはまた天における新しい人生とね素晴らしい冒険と、ね、生きがいと仕事があるっていうことですねそれに向かっての歩みが始まってるっていうことをね覚えておいていただきたいというふうに思うんですね。 そしてね、ここに入った時に感じると思うんですね。すべてのことについて感謝しろって、問題の後ろの素晴らしさが、さらにここで体験されていくっていうことをね、非常に強く思うんですね。具体的にね。で、それが生きてくると。ね、動いてくると。ですよね。それで、あのちょっと感じたのは、何を感じたのかっていうと、 私のノンクリシャン時代はもう徹底したノンクリシャンでしたね。えー、っと、うちの、ね、先祖がね、お寺作ってるんですよね。二重いくつも。とんでもないやつですね。そしたら、ね、私も偶像礼拝、はい。で、えー、っと、お寺とかね、神社なんてね、もうしょっちゅう行って拝んでましたよね。で鎌倉のそばだったからね。あの、えー、っとね、よくやったんですね。まあ皆さん趣味があったらやったらいいですね。お墓巡り。 あれ面白いん,だんに行ってでお墓が出てくるってんじゃなくてあの辺のお墓ってね歴史的なんですねそうするとね皆さんねとんでもない旨杜峰民スとかねとんでもないのが出てくるんでその辺にいっぱいあの歴史上の人物が山ほど出てくるんですその辺のお墓にそう見,、えー、見ますとねあのすごい面白かったんですよね具体的にですね そしてね神様なんて信じてないもうね神様に従わない生活だし自分勝手に生きてるわけですよね神様と何の関係もないわけですねところがイエス様を信じた後、えー、聞き従いを教わってそして聞き従うという歩みの中に入ってきましたのでまあ、その後は神にかかる人生をしてるわけですねところがね何の関係もなく生きてきた時のことがすごく生きてるわけですよねあの ちちょっっと驚いいゃゃて皆さんもそう,そうじゃないですか、ね、例えば私が歌好きで大声出して歌ってたでしょで歌詞になろうなんて思ってないから何の役にも立たないと思ってたら声帯が強くなっちゃってそしてね演劇関係者とか音楽関係者とか NHK のアナウンサーからねそしてねもう皆さんお疲れでしょうけど私もお疲れなんですよね。 で皆さんと違うのは朝から晩まで声を出してる私ね変わらないんです声が明日3回集会かな2回集会だと4回説教かねそうでしょ大丈夫なんですねそうしますとね皆さんねノンクリスチャン時代のことが土台となってるんですよねで私ね小説書こうと思って一生懸命やってたでしょそれじゃあ言ってきました何かっていうと今週14万書いてくださいって加藤さんが そしたら、あの見,見越えの新聞のね、ジャッキーのやつ書かないといけないから3枚でしょ。で今週はないんです、暇が。なぜ暇がないのかって言うとね、関西でしょ。関西だとね、自動車乗ってるんだよ。自動車乗ってるとね、原稿書けないんだよ。これなんですね。書けないんですね。じゃあ、あの集会の前に書けばいいなんて、そんなね、切り替えできない。<laughs> ねえー、じゃあホテルに帰ったらか,か,かきゃいいって言ったらホテル帰ったらもうタオル走ってる <laughs> ですねでもね皆さんね私やってたからだからやってない人に比べれば全然有利ですよね具体的にねそうするとねそれが役立ってるわけでしょねそれとともにねえっ、ー、とあっちこっち行くでしょね でもみ皆さんね私ね、羨ましいなと思ってますよね静かに椅子に座ってねゆったりゆったりねごい一日を過ごしてるわけですよね私ダメなんですそれが <laughs> ダメなんでそうするとねそのことを神様は知ってくださって私だけ講談で歩き回るってねこういう恵みを与えてくださってそれでいろんなとこへ行くのは大好きだからでそうなりますとねあれと思うようなことほど駅となってる で皆さんね今許されてるいろんなことからはまさにこう大きな益となっているってことをねさらに皆さんね体験するでしょうねそしらねそのためにしっかりさせておくことはその感謝することで聞き従うことこれです皆さんあのー、私もね感謝すること聞き従うことの恵みっていうのはね少し受けてきたっていうふうに感じます でもねまだ受けてないって感じのですねえっ、ー、と私はあのえっ、ー、と料理をねあの作れないまあ作れないんじゃなくて作らない子なんですねでもね一品だけ作,作ったんですあの中高生の時ね一品だけポップコーン そしてね、ポップコーンを、ね、作ってるときに、ねあのー、だんだん、ね、その特別なポップコーンを作れるようになってきたんですよ。皆さんが食べているようなまずいポップコーンじゃなくて、ね、本当においしいポップコーンを作れるようになったんですね。何かというと、ま、あの豆に、ね、バターをバ,バババーって入れちゃうわけ、ね、そして塩をババーンって入れるわけですね。まあ、そのおかげで焦げちゃうとなっていますけど <laughs> そしてね、バババーンって与えるとね、ポップコーンがポンポンくんですよね。だからバババーンってやってるからね、えー、あのバターがね、時あのまだね、あのー、くっついちゃってね、びちょびちょになって、それでポコッと開いてるようなやつがあるんですねで。それがね、おいしいんです、ね。ポップコーンの味のね、ごっごくね。あの味のポップコーンはないですよね。でもね、まだね、 感謝のね、そのね、中心の味はね、あることはもう味わい始めてるけど、まだね、もっとあるぞって。すごい神様のね、恵みの味があるぞって。そしてね、今、皆さんがね、困難で苦しんでるようなことの中にあるぞってね、ちょっと感じるんですよね。ですから、どうぞ皆さんね、どうせ皆さんどういうことがあったって、どうせ天国。 ね、皆さん、イエス様をも信じてるんでしょどうせ永遠の命。ですからね、問題を通しての困難を通してのね、神様の素晴らしい恵みをね、探検しましょう。えっ、ー、とね、感謝とかね、聞き従うことによって全てが益となるということを知らなければ体験できないことがあるんですよ、皆さん。その少しを我々が体験してきてますが、もっと大きくね、それは一つはね、働きでしょう。 で皆さんが許される困難などを通してね私たちは整えられるとともにその後ろにある大きな働きが現れてきますねですから、えー、とリバイブの働きはね非常に顕著なものとなると私は考えております具体的にねですから皆さんね期待してください素晴らしい働きそれとともに人生における、ね、特別な喜びと祝福をね神様はねえー、備えてくださってますよね であの一つね思うんですねあの何が思うのかっていうとね例えばあのゲームとかなんかあるじゃないですか、ね、でゲームってそこが浅いですねもうやっていくうちにつまんなくなっちゃうでね一つね私発見したんですね何かっていうと、ね、将棋ゲームをね時々やるんですねまあ、神様やめろって言うんだけど時々やるんですね <laughs> そ何が気が付いてきたのかってまあ百百百100までいくんですねで。もちろんね、何回も100クリアしたんですよね。そしたらね、だんだん弱くなるのね。100クリアしたら、大、ね、体いい80ぐらいクリしかクリアできなくなって、次50ぐらいしかクリアなできなくなって、そしてね、30ぐらいしかクリアできなくなって、この間ね、13にね、 負けたってなんかしててねで弱くなるっていうのは分かりましたねししかしねやりながら思う,思うのはね将棋ゲームなんてね薄い <laughs> でそこが浅い、ね、でもね一つ感じるのはね神様は永遠に私たちを導いてくださってるでしょだからね皆さんね神様のすごさを体験するのはね今はすごいのを体験してるかもしれませんけどもこんなもんじゃないと。 これからですよ、皆さん。ね、観覧時代、大変に見えるかもしれないけど、大変じゃないですよ、もう勝ってるから。ね、嘘つけーなんて言うかもしれませんけど、だって聖書にあるでしょ第一ヨハネね、信仰によってすでに勝ってるって書いてあるでしょですから皆さん、素晴らしい恵みを体験します。そしてね、さらに永遠に向かってね、もっと大きな神様の恵みと祝福と、さらにね、神様のビジョンが待ってるから、どうぞそのことを覚えつつね。 歩んでいいいってたただきたいとこうううふうに思いますお祈りします手のすまどうぞ人よ人のうちに豊かに働き三円よ横と宮沢を荒らしてください何か面倒くさくてちょっとね従わない人がいますが従うようにえ全てが駅となるという歩みが始まります手のすまどうぞ豊かに導き三円よ横と宮沢を荒らしてください手の前に言ってしまってそしてそれを全うしない方がいらっゃるんですがそれを全うするようにこれは 大きな益をもたらします。ス様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を荒らしてください。何か信仰によって動けない方がいらっしゃいますが、福音信仰を悔い改め、御言葉に従っていくように仕上がっています。その時勝利を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのとこれをしたいと思います。それではおのので癒しのためにお祈りください。殿様はお人お人の過渡精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。 エスキスの見合って山の力を打ちくイく。エスキスの見合って、山の霊を今すぐ押しとる人の力をイエスキスの見って押しとる人の方で、癒されよ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 、癒されま癒されよ、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 癒され えー、肩甲骨左の肩甲骨のとこが痛い方がいらっしゃいました。S さんも名前によってお願いしますアメン。それでは3秒お願いします。